こんにちは、沖縄おぶマです。はい、ミケさんです。はい、今日の十名さんです。16秒ですね。あ、フーガンのお首相がなんと辞職しました。はい。はい、58秒ですね。はい、58秒。はい、えー、バイジーさんはこのことをトラ、トラトラちゃんの年、ね、生にしようとしましたが、がですね。1分10秒です。トラさんは、あー、20の20のね、 えー、2月に、アフのガンの撤退を決め、平和条約を締結して、5月が期限でした。しかし、はい。1分50秒です。はい。 これはあ、トラではなく、バイのせいです。バイはあ、テロテロのね、消失を記念するため、9月の11日、9月の11日まで撤退させないとやっていました。これが原因です。はい、1分57秒をよく読んでください。はい、そういうことです。はい。 えー、2分4秒。そうなんです。バイさんが約束を破ったので、こういうことになってしまったというわけですね。はい。そして、えー、3分22秒で、えー、まあ、バイさんの言い訳ですね。トラさんは、あ一応ね、えー、は自分のね、バイさんの手を引いて軍を撤退させようとしていたが、私にはそういう力がないんだよと、とバイさん。 あらそうなんですかということですね。バイさんには力がなかったんですね。っていうことです。はい。トラさん、こう、実は、これ、意図がありますね。つまり、偽物の平和はね、平和ではないということを気づかせるということなんですよ。はい。そういうことです。はい。どういうことか、これからいろいろ考えていきましょう。はい。4分13秒。はい。えー、闇のね、イルミナンチャラのやり方ですね。 えー、4分13秒見てください。2600ページもあります。こういうふうにね、規定をいろいろ増やしてね、えー、条約を提携するときね、えー、煙に巻き、そして資金を洗浄して国の税をポケットに入れるというやり方を今まで取ってきたということです。はい。そして、えー、6分54秒ですね。 タリタリバンバンですね。タリタリバンバンは昨日アメ国の黒いヘリを捕まえたということです。しかしね、こんな実力はタリタリバンバンにはありません。もちろんこれはシアターですね。シアター。はい。そして7分16秒。バイさんはアフーガンにね、アメ国軍の援助を約束しました。しかし、アフーガンの軍軍ですね。 えー、なんちゃらスタに逃げちゃいましたっていうことです。はい、しょうがないですね。そして8分の5秒で、アメ軍ですね。アメ軍はずっとこの状況を監視しているっていうことが述べられています。はい、8分36秒。 多くのメディアはね、タリタリバンバンがね、多くの不女子になんちゃらしていると報道していますが、タリタリバンバンの方がこれを否定しました。どういうことかというと、タリタリバンバンはそのようなことはしていない。我々は幸福した都市の人々に色々いいことをしていると。私たちは普通の市民に被害が及ばないように注意をしていると。私たちは他の人の財産は奪うようなことはしない。なぜならね、 これから企業を作るのにあ、企業を作るつもりなんですね。有利な環境を作りたいからだと言ってます。はい。えへ、ー、たりたりバンバンどうやらあの、企業を作る、作りたいみたいですね。はい。皆さんは、あここを離れ、離れないでほしいと、たりたりバンバンです。そして、皆一つの家族だ。そして、財産と女性の権利を守り、メディアの言論の自由を守ると、 お,おー、発言しております。すごいですね。この代わりよう。はい。タリタリバンバンはこれから企業を作るようですね。そしてみんなの自由と権利を守ると言っています。はい。どういったことなんでしょうかということですね。はい。実はですね、9分20秒で、えー、解説しております。えー、これは、あの、画像はありません。 はい。タリタリバンバンはね、えー、今までね、えー、D の S のね、支配下で悪を行っていたが、D の S がいなくなったのでね、普通の中東人に戻ってしまったようだということです。面白いですね。はい。そして、えー、もっと面白いことがあります。はい。 えー、10分43秒ですね。あ、これはまあ、い、あの、イギリのリス、リスのね、見方です、メディアの。はい。オバオバマンの時はね、たりたりバンバンは腐敗していたが、っていうことを言ってます。で、今後の成り行きを見るしかないみたいですね。はい。そして、もうちょっと面白いニュースがありますよ。はい。11分5秒。なんと、マレーシアのね、あのリーダー。はい。えー、ずーっと、 リンコを強制するぞーって言ってました。で、リンコしないとどんな目に合わせるかあ、肝に銘じておけと言っていたんですが、はい。え、11分34秒、4秒ですね。このリーダーさん、はい。今日辞職が決まりましたーはーい。これね、多分白い帽子ですね。白い帽子、はい。 そうですね。あの、N の Y のリーダーもね、同じようなこと言って、同じような目に遭いましたよね。はい、辞職させられましたよね。そういうことなんです。はい、えー、強制だーと言うとね、えー、辞職が待っているということですね。はい。そして、12分29秒ですね。今日、BBC がで、ね、150万ポンドの賠償金を、月の女神のお妃様に払うと、表明しました。 あ月の女神ってね、英語で言うと、はい、誰でしょうかということです。はい、わかりますよね。大のア穴さんですね。はい。そして今、あイギリスでは、もしかしてまだ生きてんのかと話題になっているそうです。そりゃそうですよね。なんで150万ポンドの賠償金をなく、 ねえ、あの、お星様になった人にあげなきゃいけないんでしょうかということですよね。はい、そういうことなんです。はい。そして、12分48秒ですね。月の女神のね、ウェディングケーキですね。えー、砂糖でできてます。あの、これ、イギリスの文化知ってる人はよく知ってると思いますけど、シュガーケーキって言われるものですね。砂糖でできてます。あの、なんて言うのかな、普通の砂糖じゃなくて、粉、 なんていうのか、シュガーパウダーとね、で、えシュガーパウダーと、あの、レモン水とかで、こう練って、あのー、作るんですよね。はい。あのー、なんていうのか、皮みたいなものを、はい。で、そのシュガーケーキで、で、あの、できた、あのー、なんと、月の女神の、女神のね、ウェディングケーキが、7、7万ポンドで、 落札されました。なんと40年前のものですけど、今でも保存状態はよく当時のままです。これ見に行ってください。非常に綺麗です。12分48秒です。はい、今でも、あの、腐らない。もちろん、シガーケーキなのでね、表面砂糖で覆っちゃってますので、この多分ウェディングケーキは腐ってないんでしょう。はい、ということです。はい、おあの、興味深いです、非常に。はい、え、13、 分25秒ですね。最後に、あの、トラさんのね、声明があります。はい。バイバイのね、アフーガンガンの制作はね、アメ国始まって以来の失敗だと言ってます。はい。そういうことですね。 はい。それでは皆さん、今日もね、いろんなこう話題がありましたけど、えー、アフーのガンガンのね、あの変わりようは面白いですね。あとね、えー、マレーのシアシアですね。マレーのシアシアのリーダーのね、辞職も面白いですね。はい。ワクリン子を強要すると、こういう運命が待っていますよ。という、ホワイト、ね、白いお帽子ちゃんからの警告ですね。 はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。ミキッーにゃーん、かわいいですねー。